2025年にデビュー20周年を迎える歌手のメイ・エヌが今月4日発売の新シングル「ストロボファンタジー」を記念して10月18日に池袋サンシャインシティ噴水広場でフリーライブを開催することが決定した。新曲のサウンドプロデュースを手掛けたアーティストの草野華余がゲスト出演し、特別なアコースティックライブとなる。イベントは無料観覧が可能で、ステージ前方に設けられた優先観覧エリアの整理券は同日午後4時から会場横で CD を購入した人に配布される。通路や店舗前での観覧は禁止、現地スタッフの指示に従う必要があり、メインはこれまで日武道館や横浜アリーナなどで5度の単独公演を成功させ、アジアツアーやフェスティバルでも大トリを務めるなど、パフォーマンスは外から高く評価されてきた。のウェーブアワードで3年連続の受賞を果たすなど、特にアジア圏で圧倒的な人気を誇る。10月20日には豊洲ピットで自身初の対バン形式によるライブ「ナイスツーミーという」も開催し、フローやアリアと共に熱いパフォーマンスを繰り広げる。